滝沢秀明は三宅県、平野市洋ら、飛べタレント、と決起集会。会場はスマプオとゆかりのある超高級中華料理店。飛べの設立からもうすぐ半年が経過する。滝沢秀明、41歳、の旗振りの元本格指導したメンバーが、限界体制の中で初の決起集会を開いた。連日の猛暑がいくらか緩んだ8月20日の夕方。 都内の高級中華料理店の前に一台の車が停車した。濃紺のスーツを着た細身の男性が車から降り、足早に店内に入る。今年3月に戸部を設立した滝沢秀明だ。2018年末に芸能活動を引退後、約1700日ぶりに目撃したその姿は印象が大きく変わっていた。滝沢のニューミセと前後して、 同点には話題の面々が次々と集結。食事会が始まる数時間前、自身の XQ ツイッターに今日は飛べ勢揃いで初のご飯会。何着ていこうかな、と綴っていた三宅健44歳の姿もあった。この日は飛べの初めての食事会だったようです。滝沢さんや三宅さんに加え、 平野紫耀さん、26歳、野神宮寺祐太さん、25歳、イムップ、元インパクトオーズのメンバーらが顔を揃えました。所属アーティストだけではなく、スタッフやスポンサー筋の関係者も出席した決起集会だったようです。芸能関係者、2日前の18日、イムップがシングル、クルージンで事務所発の楽曲をリリースした。 戸部は順調に進んでいるように見えるが、滝沢の表情は険しいという。7月31日、滝沢は TikTok ライブで戸部の今後を期待するファンに対し、言えることも言えないこともあるけど、間違いなく一歩、二歩、戸部は進んでおります。なので変な邪魔が入っても、もう関係なくどんどん進めていきます。と意味深に語っていた。 変な邪魔が何を指すのかは定かではありませんが会社設立の経緯や急激な契約タレントの増加などをめぐり滝沢さんのやり方に疑問の声を上げている人もいるようです。事務所として本格的にスタートを切った今、批判めいた声は遮断し、仲間との団結を図りたかったのではないでしょうか。戸部が目指す場所を共有する目的もあったようです。前で芸能関係者。 滝沢は海外で活躍できるアーティストのプロデュースを目標に掲げ、平野は以前から海外での活躍が夢と公言してきた。三宅屋神宮寺も同様に、トべに合流したアーティストは共通して海外執行が強い。実際、18日に配信された m ムップ。 のデビュー曲は世界同時配信され、22日には北米唯一の日本語ラジオ局の番組にイムプエのメンバーがコメント出演した。世界を狙うために一丸となるこの日の決起集会には、こうした思惑があったのかもしれない。ただ驚いたのは会場となった飲食店。ここは、かつてスマプへの解散をめぐって注目された店なんです。 そう話すのは別の芸能関係者だ。実はこの高級中華料理店は2016年8月に解散を発表したスマップがその7ヶ月前に集会を開いた店だ。スマップへの解散危機が本格的に報じられたのが2016年初頭のこと。当時、それらの報道を気にかけた近藤正彦さん、59歳が東山則之さん。 56歳、ヤトキオ、V6、嵐のメンバーらにも声をかけてスマップを激励するために集まったのがこのお店なんです。その会のおかげで、スマップは今後も活動を続けると同じ方向を向くことができたと言われていました。前で別の芸能関係者。だが周知の通り、その会合から約半年後にスマップを解散を発表する。 この激励会は最後まで重苦しくまるでお通夜のようだったという人もいました。当時を知る人にとっては、このお店での決起集会は不穏な感じもするでしょう。特に三宅さんは、当時の参加者でもあったわけですからね。ただ、お店選びで最終的なジャッジをしたのは滝沢さんのはず。今の彼にとっては、過去の因縁めいたものは無関係なのかもしれません。 それぐらい達観していますから、前で別の芸能関係者。滝沢のこれまでの歩みは、元アイドルという一言では語りきれない。2018年にタレント活動から身を引いたが、ジャニーズ事務所の子会社ジャニーズアイランドの社長に就任し、企業経営にも進出。2022年9月に子会社の社長を辞任し、副社長を務めていたジャニーズ事務所も退場。 そして飛べを立ち上げた。SNS のフォロワーは260万人近く、所属アーティストの差配も含めて、滝沢は日本社会全体に大きな影響力を持ち、その一挙手一投足が注目される存在だ。滝沢さんの旗振りの、元平野さんはソロ曲が完成してイレコーディングも済んだようです。三宅さんもミュージックビデオの撮影が進んでいて、 二人ともソロデビューが近い。来春には、トベメンバーによるドーム級のコンサートを計画している模様です。前で芸能関係者。現状は元ジャニーズ事務所のタレントだけが合流しているトベだが、今後はオーディションにも力を入れていくという。滝沢さんの育成力や演出力は折り紙付き。多くの人気アーティストが誕生する可能性もあります。 ただ、社長業があまりにも多忙なのか最近はどんどん痩せているようなんです。スタッフの間では、体調を心配する声も上がっています。前で芸能関係者。決起集会がお開きになった午後9時30分頃、誰よりも先に店の外に姿を見せたのは滝沢だった。店の周囲を眠いりに目配りする滝沢。平夜。 神宮寺、三宅の大典に合わせて移動車を手配し、帰路につく彼らの車を見えなくなるまで見送った。イムプエのメンバーやスタッフら全員を同様に見送ると、滝沢は一人空を見上げてそっと息を吐く。限界体制から解放された瞬間に見せた滝沢の表情は、疲労感と達成感に包まれていた。 米印女性セブン2023年9月7日号。